夜間、適度に腹が減ったので時間帯は22時だったので、ちょうど良かったのでドラッグストアのウエルシアまで。買ったものはオリジン弁当スタミナ黒胡椒オイスター豚焼肉弁当。豚の焼肉だけでなく餃子と唐揚げ1個もありで税別560円。半額引きのコ購入。食べた感想。 豚焼肉弁当と歌うには、豚肉が思ったよりも少ない気がする。味は濃いめで良い。サイズは細かめなものと大きめなもの半々程度。餃子3個は揚げ餃子なのにしんなりしている。揚げ餃子はレンチンするのは避けた方が無難かな。唐揚げもしんなりめ。味は平均的。漬物少量。 500円台のオリジン弁当を久しぶりに食べましたが半額の時っておかず類がいまいちおいしくないなと思えてしまった味付けとか調理のせいなんですかね今回のスタミナ黒胡椒オイスター豚焼肉弁当は満足度が低かったタンパク質 31.8g は1食分としては十分炭水化物が 118.9g とかなり多め。弁当類で、ご飯、完食すると血糖値上がりまくりだろうな。東方は極力炭水化物 60g 以上の食事は避けてますけど。